医療脱毛やボトックス注射といった美容医療の広がりに伴い、契約や健康被害に関する相談はここ数年で増加傾向にあり、トラブルへの対策が課題となっています。昨日開かれた美容医療に関する厚労省の検討会では、クリニックなどに対して安全管理が適切に行われているかどうか、年に一度自治体へ報告する義務を課す案が示されました。具体的には、専門医の資格を持つ医師がいるか、健康被害が起こった場合に患者が相談できる連絡先があるかなどについて報告した上で、その内容の公表を義務付けることを検討しているということです。厚労省は年内にも新たな対策を取りまとめる方針です。